バーゼル発行のラッペン効果ラッペンとは、スイスの補助通貨単位で100ラッペンが1スイスフランに当たる。1290年のフライブルクのラッペンペニヒ、ラッペンという言葉は、13世紀のフライブルクイム、ブライスガウで鋳造されたペニヒ効果に由来する。この効果には、ワシが刻印されていたが、人々はこれをバカにして、カラスと呼んだ。長く鋳造されるにつれて、 本物のカラスの絵が刻印されるようになった。別な説として、ラッペンとは、本来、黒いペニヒを意味し、銀が多少含まれているために酸化によりすぐに真っ黒に変色してしまうことからこう呼ばれたという。ラッペンは主にドイツ語圏で使われる言葉であり、フランス語ではサンチーム、イタリア語ではチェンテジも、ロマンシ語ではラップと呼ぶ。リヒテンシュタインの通貨もスイスフランであるが、 この国ではドイツ語圏ということもあり、ラペンが正式な故障である。スイスでは5、10、20ラッペン効果が発行されている。50ラペンの効果もあるが、1にフランが正式名称である。1ラペンは2007年に正式に廃止された。なお、10ラペンのことを母ンというが、これもかつての補助通貨単位で古来は4クロイツァーに相当した。 ラペンと異なり現在では使われなくなったが、1850年頃までバッツェン表記の効果が多数製造された。ありがとうございます。